イゴ第第124潜水艦へのバーチャルダイビングへようこそ最高の体験をするためには VR ヘッドセットの主張をおすすめしますがお持ちのスマートフォンやタブレットでも主張できますパソコンで主張する場合はマウスで見回すことができます1942年昭和17年1月20日旧日本海軍のイゴ第第124潜水艦はオーストラリア海軍総海艇デロレールとの交戦後ダービン沖合で沈みました このバーチャルダイビングはオーストラリアで最も重要な第二次世界大戦中の沈没船の一つである本潜水艦の沈没後80年に際して作られました2021年10月オーストラリア海洋科学研究所の調査船ソランダーにより高解像度ソナー調査が本潜水艦に対して実施されました調査隊はマルチビームという技術を用いてこれまでで最も詳細な調査を本潜水艦に対して実施しました 沈没船には損傷が少なく中央の環境や1 4ンチ砲などの特徴が確認できますこの段階のデータ解析からいくつかの物理的な特徴が識別できます甲板状の穴や環境への損傷が見受けられますこれらは1942年当時の戦いでの爆雷や沈没過程による変化でしょうかそれとも何十年にも及ぶ侵食や 着後の自然な過程による変化でしょうか考古学者は観測結果のより良い解釈をするためやより詳細で現実的な沈没船モデルを作るために図面や歴史的な写真を用いましたこの設計図はこの潜水艦が外角と内角を持ち内部の耐圧部のみが水密されていたことを示していますこの潜水艦は1927年昭和2年に気候を浸水しました 旧日本海軍は第一次世界大戦中にドイツで建造された UE2 型機雷布施潜水艦をもとにこの潜水艦を設計しました。 1942年1月20日 E124 はダーウィンで海上防衛に当たっていた掃海艇デロレールを発見し、魚雷を発射しました。魚雷はデロレールの船首から3メートルのところをかすめました。デロレールと他の海軍艇航空機は直ちに現場に急行し、潜水艦を発見するためにソナを展開、爆雷での攻撃を開始しました。居場所が探知されたことを受けて、本潜水艦の艦長は攻撃を開始しようと試みました。 3時間の海面への浮上後 E124 は集中砲に耐えられる現在もとどまっている4 6ルの海底への最後の潜航を行いました沈没時 E124 はダーウィー1外で通称破壊や機雷の布設を行っていましたしかし現在オーストラリアは本線水管を 岸上艦長を含む80員の乗組員の戦没者墓地として認知しています。I124、e、はオーストラリア連邦法により初めて保護された沈没船となりました。現在も沈没現場は水中分解遺産法により保護されています。現在 本水管へのレクリエーショナルダイビングは禁止されています視界が非常に悪く潮の流れが速いので E124 へのダイビングは困難を伴いますしかしノーザンテリトリー州文化部ではより詳細な視覚と写真による調査のために テクニカルダイビングを計画していますこのようなデジタル復元やリモートセンシングデータ及び手術は考古学者による沈没船の遺跡としてのより良い理解と海洋文化遺産としてのより良い保護に寄与します。